あ、もしもし、一番偉いか。一番偉い、今どこにいる？あ、今デギョンにいるぞ。あの、一応な、パレードルートはもうあれで大丈夫だと思うけど。あ、見れてもらったな。あの、バイクをちょっと臨時で何個か入れといてほしくて。あ、分かった、いいぞ、うん、白バイを。あ、いいぞ。まあ、10台とかそれぐらい。あ、いいぞ。ほんで、私あのスピーチ一応原稿送っといたんだけど、あれで大丈夫か？あ、知らんけど、いいぞ。いいんか、まあまあまあ、うん、ということでバイクをじゃあ入れといて。あ、今行くわ。あ、分かった、じゃあ私も戻るから、うん、はい。いや、一番偉い男だわ。ああ大変です。どうした？アジノが襲われてます。ああ、まああそこはしょっちゅう襲われてるからいいだろ。ほっとけ。どっち入れてほしいんだよ？ポリスやな。あ、ポリスか。ポリスにこれ。あ、これだな。これは、あ、そ、あ、それ、それいい。何種類や？これまだただガレージいられないから渡すだけなんちゃうけど、一旦出しとくわ。じゃあ何台か。お、これ、これまさにそれだな。パレード用のやつだな、これ。やはり一番偉いからね。さすが一番偉い。なるほど。おはようございます、師匠。ああ、一番偉いぞ。おお、レモンおはようございます。はい、分かってますよ。うん、もちろん。理想は、理想はね、あの、これにあの、所長と副所長が本北南で乗るのが理想ではあるけど、うん、あ、いなかった場合は誰かを。ホームズ君クビだからもう無理なんじゃないかそれ。なんでホームズクビ。あ、今日クビだろあいつ。知らない間にクビになってんだけど。あ、今日私の権限でクビだからあいつ無理だろ。なんで。なんでクビになったんだ。ノリ。ノリ。ノリ。あ、ジョアンナよ。あ、一番偉いとこなんだか。あら、あ、ジョアンナ君。お世話になってます。お疲れ様です。あ、今日の式典のスピーチね、頼むよ。いや、本当にこちらこそよろしくお願いしますわ。ああ、ちゃんと準備してきたんだろうな。もちろんちゃんと原稿は用意しておりますけれども。ああ、じゃあ、あと読むだけだな。クソ真面目に。ああ、よろしくよ。はい、読ませていただきます。ああ、頑張れよ。おすすめのオープンカーある？上田とかに聞き、いや上田絶対知らねえだろうな。上田に電話かけてこちら。上田こいつ出ねえ気か。お、こいつやってるわ。ちょ、もう一回チャレンジするか。上田チャレンジするか。もしもし。おい、なんで出ねえんだよさっき電話。お前、いや、すいません、ちょっと忙しくて。え、ど、誰に、え、誰です、え、どなたですか。ああ、一番偉い男だよ。あ、一番偉い男。どうしました。あ、そうだ、はいはいはい、今日お前白市民のさ、はい、スピーチジョアンナにやってもらうことになったんだけどよ、直前まで上田かジョアンナにするか悩んだんだよ。なるほど。でもお前どうせまともに喋れてたのかな、お前にすんで頼むやめたんだよ。あー、さっきの電話そういうことっすね。あ、まあっていう報告は、まあ別にそれはどうでもいい話なんだけど。そうだよね、それは、まあ、それはどうでもいいんだけど、まあだからその代わり、ね、それね、はい、あの、お前のおすすめのオープンカー教えろ俺に。おすすめのオープンカーっすね。ああ、それ乗って今日パレードするわ私。コメットカブリオっていうやつ結構おすすめだったりします。あ、そう、オッケー。じゃあコメットカブリオ乗るわ。ちょ、私の今日凱旋で走るこのさオープンカー、これ青くしてくんねえが。おいおい、私今スプレー持ってないな。えらい感じで。えらい感じでね。えらい感じでな。えらい感じで。あ、えらい感じでカスタムしてくる。じゃあ JTS に来てもらっていい？あ、いいぞ。はい、えらい感じね。あ、えらい感じで。でも私ね、青が好きだから。ああ、あ、こういう私のね、ジャケットの、そうだな、このジャケットみたいな。ジャケットの青がいいよね。ああ、そうだ、ジャケットの青ね。あ、この青と中の黒、このこれで決めてくれば。オッケー。うん、でももうちょっと暗い方がいい？まあそうだ、もうちょっと藍色っぽい感じがいいんじゃないか。渋い感じがいいからね、やはりね。やっぱ渋さがいらっしゃる。3年目私も貫禄出していかないといけないから。それは大事だわ。あ、貫禄、貫禄、貫禄の渋さ、渋さと貫禄だよね、やはりな。やはりそこが大事でね。あ、やっぱ偉そうさにはな、偉そうさ偉そうさにはね、偉そう力にはな、渋さが大事なんだよ。偉そう力には渋さ大事だよね。あ、当たり前だろう。あ、渋、もうちょっと暗すぎたか。あ、いやいや、もうもっともっともっと渋くしろ。もっと渋くしろ。あー、ゴーヤくらい、ゴーヤくらい渋くしろ。 0F2350 くらい暗くしろ。 0F2350 分かった、ちょっと待ってね。の想像してると明るいわこれ、私の 0F2350。 うん、そうなんだよ、だから難しいんだなこれ色が。なるほどね。じゃあ 0A1633 にしてくれ。おい、どうよ。あ、いいんじゃないか、ちょっとこれかっこいいじゃないこれ。あ、いいじゃない、いいんじゃないか。ありがとうな、ありがとう、ありがとうね。ああ
バロン炊いてる？サイレン鳴らさないで、あの急で。リコさん、赤色灯焼け炊いて。リコさん、リコさんここお願いしてもいいですか？はい。ついてんだ。始めますよ。あ、始めてくれ。来たー。さあ、先の10キロでいきます。イベテのタラちゃんです。あ、タラちゃん。タラちゃんやば。はい、タラちゃんです。はい。メカニックで働くなよ、勝手に。おい、気をつけろよ。大丈夫、お祝い事の部長は。上にいるわ。あー、すごい。わー、上からありがとう。あー、上からね、ありがとうね。もう絶対やってるじゃん、俺な。もう絶対なんかやってるぞ、あいつ。お前、2倍だから何でもやっていいと思ってた、あいつら。おい、怪しいんだよ。絶対なんかやってるぞ、あれ。おい、なんか変な甘い匂いしますね。おい、ブレイクをだから何でもいいと思ってるじゃん、あいつ。爆発落ち。俺方のガシ。俺もだ。俺もだった。大変な今日は。いやでも去年よりもいいね。あのちゃんと重くないからいいね。
やでも無事に終わりそうですね、この調査。ああ、いい感じだな。ねえ、こっちゃん2回目じゃん。なんかいる。あれなんか2人。まあ、祝いたい気持ちはな、ついてこなきゃ何回でもいいからな。うんうん。3番目も。3番目も。ありがとう。ありがとう。あーやばいあーあー騒ぎ食ったまだ食ったことねえよお前のところえ何回も用意してもらえるの嬉しいですね賑やかな何回か出てまる左後ろから何か来てるまずいよ何回か来てるマジで毛が赤しちゃうってあれみんな次はこの交差点曲がるからねああ右折します81右折よ左に見える左に見えるファイヤーあのねファイヤーだから真ん中走ってここはあの今日ね。おお。故障にいるね。ありがとうね後ろの者たちも。ありがとう。突然宣言が。あなたの大変放送されてますね。あぶら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 。あれ？なんか言う。ちょうどいいわ。多分着く頃20分ぐらいだからマジでちょうどいい。おおすごいリムジン。誰だ？足並み足並み揃えろよ。南と足並み揃えてこっち。まだ経験少なくなった。わーお。じゃないだろ。わあまあ真っ暗だおい。おい、おい滑って入れないか大丈夫かおい犯罪者ども大丈夫かあいつら。おい、大丈夫か？あっちもお前こっちだろ頑張って今だぞ忙しいわあるすいません、スピードさあ、みんなおーありがとうねーありがとうねーここのね、どうしたっけね運動に100メートルだけ中央分散がちょっと右寄っていいよこれちょっと右ちょっと右寄っていいよ、うん、今右に寄りましょうちょっと右寄ってよ道路右レーンの、ね、右レーン寄ってこれ中央分離帯ね 100m くらいだけだからあと全部真ん中走れるから一番中央分離帯が少ないルートだすげえ無駄じゃなくて不調だはいみんな真ん中のレーン戻っていいよこっからもうないからお、あれは？わー、JTS だ。JTS だ。なんかわかります。JTS の皆さん。私はもう記録意識見たことないからね、これ。ありがとうね。ありがとうね。ありがとうね。お前何回目だよこいつ。何人目だ。あいつ何回目だあいつ。おっちゃんも、おっちゃんも何度も来てくれてありがとうまたやなんか、白から来てまあ、ウォーリーみたいな感じであいついるなあ、ズズのねありがとうズズの一味うんすごいはい、皆さん、もうちょっとしたらね、停車
真正面来たら、はい、全員停車。ありがとうね。いや素晴らしかったよ本当に。みんなありがとう。ありがとうございます。今日はね諸君、私のロスサントス市長就任2周年にね集まってくれてありがとう。これより、山下博士就任2周年記念式典始める。この後、この町ができて、そして私が市長として就任したから2周年を迎える、それをね記念して私たち全員でカウントダウンと、そして祝おうじゃないかということでこの式を開催させていただく。ああよろしくね。ということで、これより各団体から、祝いのねスピーチをしてもらおうと思うから、じゃあまず、白市民代表 JTS より社長町田ジョアンナ。皆さんこんにちは、ジョアンナ町田です。いや本当に2周年おめでとうございます。まあ、こんなことをですねしている私なんですけれども、こんな記念すべき日に立たせていただき本当に嬉しく思っております。改めまして、代表としてスピーチをさせていただきますジョアンナ町田です。みんなよろしくね。私は2年弱白市民として暮らしてるんですけれども、この町にはたくさんの生き方がありますよね。白市民として暮らしていると、まあ、警察や救急隊、そして黒市民の方がどんなことをしているかなかなか知りえないところがあります。この町には私は運命の人を探しにやってきました。人見知りがすごく激しくて、あまり人に話しかける方ではなかったんですね。まあ、ずっと自分の殻を破りたいなーなんて思ってたんですけれども、なかなかできなくて、まずは形からということで服装から頑張ってみたり、いろんなことしてみたりしました。そしたら昔からの知り合いで最近の私を見る方は、どうしたジョアンナ、お前は頭でも狂ったのか、そんな声をかけられることもあります。まあ、印象がねまるっきり変わっていることに、まあ、自分でもびっくりしているんですけれども、ただただ一生懸命働いてくれている社員とか来てくれるお客様とか、私と出会ってくれた方がみんな笑顔になればいいと、半年ほどですね過ごしておりますと、ほんの少しずつどんな職業の方とでもみんなで和気あいあいと話せていることに私は気づきました。この町に来た時は一人で屋上で体操座りをして来る人を待つだけだった私が、いろんな人と交流することで私自身がすごく変わっていっております。この2年町で築いてきた関係というものがかけがえのないものとなっております。もう2年かと時の流れが早く感じるこの町で、親友もでき素晴らしい社員にも出会い、そして恋も経験しました。私は改めて気づきました。あ、そうか、私と出会ってくれたみんなが私にとっての運命の人なんだって。がむしゃらに白市民としてできる、みんなを笑顔にできることを考えたいし実行したいと思っています。できるだけたくさんの人を笑顔、それが私のこれからの夢です。町にはたくさんの楽しいことがあります。そしてもっと増えていきます。だってこの町は夢があふれる町ですから、変わらない夢もあれば、出会ってくれた人たち、これから皆さんが出会う人たちのおかげで変わっていく夢もある。その夢は目標になって行動の糧になると信じております。もしこの街で行き詰まってしまった時は、自分の夢を思い出して、大丈夫、何もなかった私ですらできたことがありますと、皆さんにもできるはず。長くなってしまったけど、少しでも2周年記念のスピーチで誰かの背中を押せたらなと思う、ジョアンナ町田のスピーチでした。改めまして1周年おめでとう、ありがとうございました。うん、まあジョアンナ君のね、この町での歴史が詰まった素晴らしいものだったね。ありがとうね。ありがとうございました。うん、それでは、続いて救急隊ピルボックス病院代表、局長立花影丸君より挨拶をしてもらおうかなと思います。はい、どうも皆さん改めましてこんにちは。あ、この町のピルボックスギャン、あ、失礼しました。ピルボックスヒル病院の局長、隊長に次ぐトップ2を務めております立花影丸と申します。まずはじめにちょっとジョアンナのスピーチが良すぎて、もうそろそろ帰りたいなと思っているんですけれども、去る2022年8月28日、ヒロシが町を作ると言い出した時は、こいつは何を言っているんだと僕は思いました。あの頃はちょうど町が始まった当時20人とかだったかなぐらいで、結構あの救急隊の中で古く帰る人は当時は町じゃなくて村だったっ
ていう表現をするんですが、そんな小規模のね、闘村みたいな状態だったこのロスサントスが、気づけば最大200人まで入れるこの大所帯の町になったのは、間違いなく市長であるバカ山下博市長、そしてそこを支えている市長補佐の皆様方のおかげに他ならないかなと思います。彼らのリーダーシップと類まれなる才能努力が我々の今生活の基盤を支えてくれていることに、まずは最大の敬意を表させていただきます。この町に来て救急隊という職に僕がついたのは、この町ができたばかりで警察や救急隊といった、まあ、要はインフラの一番トップに関わるような、まあ、ないと町が動かない、そんな職業の、ね、募集をしていたからなんですが、そこから紆余曲折を経て、去年隊長がここでスピーチをした時は22人になったと言っていました。救急隊員が今34人らしいです。で、引くぐらい増えていて、しかも今まだ募集もしてるらしくて、これからどうなってしまうのかと、病院というこの小さなコミュニティだけでも思うのに、まあ、この町ではなんか前の方でふんぞり返ってるギャングとか、ここの方で見てる芸人とか、ね、メカニックとか、なんかギャング多くない？このなんでこの現場ギャングこんな多いんだ。まあいいや、あの本当に、ね、人が増えたなと感慨深い思いをするばかりです。今ね、こうして式典を迎えている裏でも、救急隊員は倒れたダウンの通知に駆けつけ、警察は事件に追われ、メカニックは車を修理しと、パブリックビューイングとか、まあ、それすら見れない忙しさを抱えている人もいるでしょう。それほど大きなこの、街が作り上げられたのは間違いなく、今これを聞いてくれている皆さんと、そしてそのさらに天の上から見ている観測者の皆さんのおかげだと思います。本当にありがとうございます。これ以上いい言葉が紡がれないんですけど、なんかあるかな。じゃあ帰ってもらって。うるせえな。市長への悪口はね、5億万と出てくるんですけど、いい言葉はちょっと出し尽くしちゃったかな。いや、ということで、これからもですね、今後ともども、すでに発表されているものから、まあ、この後市長の口から出るものから、さまざまいろんな街のアップデートとかね、イベントとかいろいろあると思うんですが、ぜひね、今後も楽しみに、みんなで一緒にこの街で寄り添って尽くしていければなと思います。最後にこの場をお借りして、共に働くピルボックス病院の仲間たち、市民の皆さん、そして全ての方々に深い感謝の意を表し、この場を示させていただきます。今日はありがとうございました。よいしょ、うん、ありがとう。よいしょ。最後に、私がこの街に来て初日に編み出した一発ギャグをやって終わろうと思います。面白いのか。ちょっと、いや、それいらなかったと思うんで、あ、帰ってください。え、これあの、ハツカネル最初に見せて、あの、20万円ぐらい取られたんです。あ、もういいです。あ、失礼します。帰ってください。お疲れ様でした。ちょっと、口直しに一旦ここで。誰が口直しよ。キングサダイモンドズズ君の一発ギャグを差し込んでいただこうかと思います。やっぱ、マジで、マジで。ただいまご紹介に預かりました、キングスターダイヤモンドズズです。一発ギャグをします。ダム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 、シュッシュトン、すごい、あいつめっちゃバスケうまいやん。そりゃそうだよ、だってあいつ翼生えてんだもん。レッドブルー、噂のバスケ部。笑っちゃった、悔しい。チーズダッカルビ、チーズとカルビを抜いたらダッ。はい、大丈夫です。帰ってください。はい、それでは、いい感じに口直しができたところで、続いて戸倉警察、代表より、所長ジャック・バウアー君より、つまらないスピーチをもらおうと思います。はい、皆さん、警察署長のジャック・バウアーです。まあ、まずはじめに、この度は2周年誠におめでとうございます。心から祝福させていただきます。まあ、ロスサントスもね、もう2歳になったということは、そろそろ赤ちゃん言葉でコミュニケーションが取れるぐらいでしょうか。まあ、2歳だったらまだ物心はついてないですね。そんな冗談はさておき、去年はスピーチでほぼ全ての職業を触れさせていただきましたが、今年は残念ながらそれはできません。というのも、これは別に悪いことではなくて、それほどこの町にいろんな人が増えることです。人も増えたし、仕事も増えた。町が去年に比べ成長したととても感じております。当然、町がそれほど成長すればいいことだけではなく、時には人とぶつかることや悲しいこと、失敗だって起こってしまいます。失敗と成長に関する話を少しさせていただきたいと思います。
もう所長というポストについて2年弱になります。長いこと所長をやっているといろんな署員が、所長やっちゃいました、所長すいませんと私のところに話しに来るものです。まあさらに事件対応で相対したギャングと揉めたりなんかは日常茶飯事。当然私たち警察以外にも町の住人の方が失敗したりやっちゃったみたいな話は小耳に入ってくることはよくあります。そういう時落ち込んじゃいますよね。でも安心してください、1分後アタック開始だよ。誰にだって失敗はいいタイミングでいいよやって42分でアタックしよう。この町に生きてりゃ当然誰だってミスは犯す。そしてそんな失敗というのはチャレンジするから起こるのです。チャレンジするということは成長するための最も重要な要素であると私は考えています。この町に住んで生きてもがいて日々を暮らす皆さんの姿はとても美しい。それは皆さんがこの町で失敗を乗り越え様々なことにチャレンジし成功をつかもうと努力しているからです。そこに白も黒も関係はありません。先ほど町が2歳だという話をしましたが、そうこの町はまだ未熟な子供だから我々住人もまだ成長途中です。なんか続けてる、あなんか喋ってるまだちょっとトラブルが発生したので、所長くんのスピーチはここで、終わりとなります。落ち言ってないんだけど、じゃあい、中略していただいてパパッと、はい、話は終わりなんですけど、なんかちょっとわからないことがありましたが、ちょっとみんな夢を見ていたみたいですが、まあこの町はまだ未熟な子供なんです。だから我々住人もまだ成長途中です。失敗したっていいんです。間違えたら軌道修正してまた成長すればいい。一番良くないのはチャレンジをしないこと、恐れることです。人は恐れていては前へ進めません。だから皆さん何度もチャレンジして何度も失敗してその都度学んで町と共にこれからも成長していこうではありませんか。この素晴らしい町と共に生きていこうではありませんか。ドスサントスに神のご加護があらんこと。はい、ありがとうね。はい、はい、ありがとう。なんか、なんかあったか。まあ、大丈夫だよ。うん。ということで、残り20秒、2周年迎えるよ。本当にありがとう。もう正直、もう1ヶ月で終わる、2ヶ月で終わる、3ヶ月で終わる、1年で終わると言われ続けて、ここまで来れてよかった。5、4、3、2、1、2周年ありがとう。